本日はこのような場を用意していただき、球団関係者の皆様ありがとうございます。ファイターズファンの皆さん、入団してから引退する今日に至るまで温かいご声援をありがとうございました。にもかかわらず皆さんのご期待に沿うような成績を残すことができず、本当にすみませんでした。ファイターズに入団してから11年間、ファンの方に喜ばれたいと思って、チームの勝利に貢献したいと思って、必死で腕を振り続けてきました。そうすることで自分の居場所が見つかると思い、投げ続けてきました。諦めてやめるのは簡単、どんなに苦しくてもがむしゃらに泥だらけになって最後までやりきる、栗山監督に言われ続けた言葉です。その言葉通り、どんなに格好悪くても前だけを見てきたつもりです。ほとんど思い通りにはいきませんでしたが、やり続けたことに後悔はありません。そしてファイターズには尊敬できる素晴らしい方々がたくさんいました。優しく叱ってくれる先輩がいて、かっこいい同期がいて、後輩もみんな誇らしい選手ばかりです。そんなみんなのおかげで、僕も入団した時よりは少しはマシな大人に成長できたんじゃないかと感じています。そんな素敵な方々に出会えたのも、野球を始めさせてくれて、続けさせてくれた両親に感謝したいです。お父さんお母さん、ありがとうございます。最後になります。斉藤は持っていると言われたこともありました。でも本当に持っていたら、いい成績も残せたでしょうし、こんなに怪我もしなかったはずです。ファンの皆さんも含めて、僕が持っているのは最高の仲間です。皆さんと過ごした時間は僕の一生の宝物です。長い間本当にありがとうございました。きっとまたお会いしましょう。